はい、皆さんこんばんは。今日は12月の20日木曜日、今週もやってまいりましたワニの海の時間です。当番組は、すべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう。浦添市城間通りにあります特定非営利活動法人手だこ、そしてアップルパイのおいしいお店クッキング手だこ。共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実がここにあるローマ字日記、沖縄から真実を全世界へ発信するチャンネル桜沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことなら全てお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。12月20日号、今夜はですね、本当にお久しぶりにビッグなゲストの方をお招きし、またこの沖縄、日本の未来についていろいろご指示、ご指導をね、賜りたいということになっております。後ほどゲストの方はご紹介したいと思いますが、本日最初に当番組の放送事故作曲の比嘉耕作君こと HK 仮面さん、こんばんは。どうも、こんばんは。マイク入ってますか？こんばんは。入ってます。はい、入ってますよ。君、また何をおしでかしたいのか。突然服脱がないでくださいね。いやいや、それはないです。はい、続きまして、HK 仮面さんがいないと意気消沈をするウッドペッカータカさんでございます。こんばんは。彼がいますので、今日は意気消沈しないです。大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。はい、37歳ですしね。そこで話が出ますか。はい、ということで、今夜の、ビッグゲストは、戸塚ヨットスクールの、校長先生の、戸塚先生をお招きしております。戸塚先生、お久しぶりでございます。こんばんは。はい、どうもいらっしゃいませ。ということで、今日は戸塚先生を交えての、50分生放送、ぜひ皆さん、戸塚先生のいろんなご質問とかそういったのはね、また局の方へメッセージでお送りいただきたいと思います。では、今夜もよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆様改めまして、こんばんは。12月20日号の、ワンヌウムイ、今日の沖縄真昼の、気温は25度ということでございまして、まあ、本当にポカポカというか日差しが差しますともう汗が出るぐらい暑い日でございました。まあ、車で移動中もね、思いっきりエアコンをかけているような状況でございまして、まあ、先ほど車の外気温計を見ますと22度ということで、あまり下がってないんですよね。私今日半袖なんですけど、HK さんは今日は裸だったんですか？いや、普通に半袖です。半袖。はい、てか今長袖着てるじゃん。今は長袖ですけど、昼間はもう半袖で。はい。あ、よかったですよ。裸だったらどうしようかな。ちょっと思ったんですけど、変な食い込むレオタードとか。それはないです。あれ夜ですよね。夜。いやいやいや。月夜の晩に。いやいやいや、腕を頭の後ろで組んで、こうというのがないです。君の得意技だと聞いたんですけどね。いや、でも本当にもうあっという間に年末20日になっちゃいまして、いや、あと11日しか今年ないですよ。そうそうですね。はい。いいことありました、君は。まあ、なんとか今日まで頑張れてることがいいことなのかなと思います。なんか、彼がまともな答え出すと面白くないですか、加藤さんね。なんかどうリアクションしていいのか分かんなくなっちゃいますね。そう、やっぱりちょっと君は面白いこと言わないと、視聴者が納得しないと思うんですけどね。はい。まあ、今日もまたとんでもないネタをいっぱい持ってるんでしょ。どうなんだろうな。ちょっとどうなんだろう。今日ね、無音状態続いたら暴走事故なんだから、すいません。ラジオでペラペラ。そんなには持ってないんじゃないかなと、今日はちょっと、すいません。君はやっぱり持ってますよ。普通の人じゃないですよ。放送を中断させたりね、はい、とんでもない人乗っけたりね、本当に今年いろいろあったじゃないですか、君は。そういうのを持ってる男と言うんですけど、今日はもう戸塚先生もお見えなんで、モテる男とは、ね、モテる男になるためにどうしたらいいのかということをぜひ、あとでご教示いただいて、来年のちょっと糧にしていきましょうね。はい。本当か、お前。なんで今日ずっとニヤニヤ笑ってるんだよ。やっぱりいいことあったんじゃないの？いや、しかし、今週も、タカさん、本当にとんでもないニュースが連発でしたよね。もうそうですね、もう年末で皆さん忙しい中ではあるんですけども、あっち系の方もかなり、まあ、違った意味で忙しくなってますね。あっち系ですね。HK ではないです。はい。あっち系の方々、今週何をやらかしたんですか、HK 関連さん。またデモとか、あるいは今度はもう、基地の中に忍び込んで、もう基地の前だけじゃなくて、琉球セメントの前でも集まって、何か、そうですね、工事活動やってましたね、はい、工事やめろとか、なんか本社の前に集まって、わーわーやったりとか、でいきなり押しかけたもんだから、琉球セメントの社員の方も困って、ずっと対応できなかったんですけども、それに対してもまた、ああでもない、こうでもないっていうふうにしまう。まあ、琉球セメントの本社があるあたりって、いろんな、物流関係の業者さんとか食品関係の業者さんの、会社があるんですよね。で、その会社のあたりをトレーラーとか大型トラックとかが頻繁に行き来してるところなんですよ。で、そういったトラックの運転手さんとかが荷物にも気を使いながら、安全運転にも気を使いながら、いろいろ仕事をやって、時間との勝負をしてる。そんなところでワーワーされるっていうのをちょっと非常にどうかなと思いますね。まあ、食品会社となると、結構生ものとかも輸送したりしてるから、もしそこで渋滞にはまったりなんかしたら、生ものが傷んでしまうっていう、そういった可能性もあります。そうですし、あとお客さん、物流業者とかさんとかも、もうちゃんと時間までに荷物をお客さんのところに届けるっていう仕事ですからね、そうやって時間との勝負しているところを妨害されると、たまったもんじゃないんですね。で、あと、今週で言ったら、今日の八重山日報に載ってたんですけども、山城宏司被告が上告したらしいです。控訴審で門前払い食らってるのに、それ上告して受け入れられると思うんですかね。なんか、いつも思うんですけど、なんか、裁判ってなんか、勝つ見込みってないままやってるのかなって。あるいはなんか、あちら側の人たちって、なんか、絶対に負けない弁護士がいるって、そういうわけでもなさそうなのに、なんでしょうねって思いますね。また負け戦するのかなって。まあ、今日、玉上被告に、最高裁で有罪が決まったんですけども、それと同じような道たどるような気がしますね。あの裁判も確か控訴審では、まあ、棄却みたいな感じだったと思うんですけども、それと同じような感じになるのかなというふうに思いますね。またなんか負けちゃうのにやるって、それをまた沖縄のメディアがなんか、英雄、頑張ってる人なのに、国は理不司法も国も理不尽にいじめるみたいな感じで報道するのかなって思うと、ちょっとそれは残念なことだなと思いますね。あと、今日入ってきたニュースでの辺野古の埋め立て工事の県民投票、来年2月24日投開票予定なんですけども、宜野湾市でその、投開票の予算案の否決がされたりですとか、あと宮古島市ではもう市長がこんな県民投票やらないという拒否してますし、あと沖縄市でもこの予算案否決されたみたいですね。沖縄市といえば那覇市に次ぐ第2の都市ですので、そこでも県民投票が行われないとなると、もう一部の地域でしか行われないという可能性も出てきていますね。そもそもこの県民投票自体が、最初からこの反基地をね、標榜している人たちが、自分たちのその反基地の思いを成就させるためにやったようなもんであってね、はい、辺野古の埋め立てに賛成ですか、反対ですかって、非常にレベルの低い県民投票なんですよね。で、この、なんといっても、この辺野古区の人たちが、先日、この県民投票について否定的な決議をしてるんですよ。党の地元がね。はい。そして、宜野湾でも同じようにやっている。はい、つまり、普天間基地を持ってる側と受け入れる側が、今回この県民投票について否定的な決議を出してるわけですから。はい、これをね、やはり、自主決定権云々と普段言ってる人たちは、それを尊重すべきなのに、なんやその県民投票をね、画策した団体の若者なんかは、法的手段に訴えるぞって、脅しに行ってるぐらいですからね。いつからこうしてね、市町村の、独自にあった決議を、脅迫できるぐらい偉くなったんかなと、私、とっても彼をうぬぼれてるんじゃないかと思ったんですけどね。はい、全く私もその通りだと思います。しかしもう20日ですよ。あと4日したら、HK さんクリスマスですよ。なんかいいお話ないんですか？あまりちょっといいお話があればなと思うんですけど、ちょっとないですね。陽子ちゃん紹介します？陽子ちゃんって誰ですか？由美子ちゃんとか。由美子ちゃんってどちらの由美子ちゃんですか？由美子ちゃんのちょっとデビルっぽい人なんです。嫌なんですか？いや、その人もネットストーカーみたいな人も、どっちも、嫌です。ということで、もうクリスマス直前なんでね、今日はちょっとクリスマスバージョンをいろいろかけていきたいと思います。Have yourself a little Christmas。お聴きください。あ、なんか、高さん宛てにメッセージありますね。南大阪さんから。これって自分当てっていうよりもむしろ君当てじゃないの？タカさん読んでね。ワンヌーイのボディさん、戸塚先生、タカさん。そして、HK、なんちゃらなんちゃらの HK さん、こんばんは。つい先日、山口あやひさんの CD が出ましたが、HK さんは、日の丸で栄養ってやるのと、座り込めって拳を上げるのどちらが好きですか？いや、日の丸を掲げて栄養がいいですね。はい。なんですかね。いい曲だろ？はい。ちけいさん、やっぱりこういうのを君聞いて、いろいろ妄想しないといかんよ。いや、思いっきりクリスマス気分になっちゃいましたね、市毛さん。そうですね。頭の中でなんか妄想してました。夜の公設市場をフィンガーボーイと腕を組んである。いや、それはないです。ないですか。ありがとうございます。さて、ここで今日のゲストの戸塚先生にいろいろお話をお聞きしていきます。戸塚先生、今回はどのような目的で来沖なんでしょうかね。はい、沖縄はね、みんな合宿なんですよ。で、幼児部って今もう幼児ばっかりやっとるんですけど、ね、それの沖縄合宿。はい。幼児というと何歳ぐらいなんですかね。3歳から8歳。これをやらんといかんのだけど、やってるとね、3歳もちょっと遅いかなという気はする。これ、どのような合宿なんですか？ウィンドサーフィンです。ウィンドサーフィン？はい。いやー、なんか、あっぱれな男の、ね、これはマリンレジャーなんですけど、これ、戸塚先生、場所はどのあたりでされてるんですかね？名護市、矢賀寺。あ、矢賀寺。はい。非常に静かなところですね。いいですね。綺麗なところで。綺麗ですし、変なのも多分いない。最近、なんか海の近くに変なのが湧いてるみたいだね。すごい、もう、矢賀寺行くときも打ち込むんじゃないかと心配してるんですけど、そうですね、3歳の子供がウィンドサーフィンのボードに乗れるんですか？そうなんです。で、あの頃やっとくと、その、後がいいんですよ。要するにね、今、教育失敗してるでしょ？いや、もう完全に失敗してますね。で、大学卒の3年後を見ると、31% がニートになったんですよ。あ、ニート。働いてないね。ということは、日本潰れるということね。労働力がなくなってきたんだから。高景気でもね。結構ニートいっぱいいるよね。まあ、そうですね。まあ、人手不足とか言いながらね。だから、ニートを作らんようにせんと。ニートになったら、本人の一生もなしですよ。それの、あれだから、みんながそうなっていくと、日本もなし。だから、ニートを作らんような教育をしようやないかと。なぜニートができるかを考えたらんといかんのですよね。で、我々はそれがみんな幼児期、もう当時はまだ3歳からと見とったんですけどね、それからの幼児教育がダメだったからそういうふうになるんだと。で、幼児教育でも一生決まるから、幼児教育をちゃんとやったらええやないかと。教育は正常化するし、日本も救われるやろということでやってるんですよ。まあ、昔からよく三つ子の魂100までもなんて言われるんですけどね。そうですね。こういったやっぱり幼児期にこういったマリンレジャーなどをさせるっていうのはやっぱり子どもの成長にとってやっぱりプラスになる。幼児期にね、何をしないといけないかなんですよ。幼児教育というのはね。で、その時にまあ、英語を習わしたりね、小学校に入るための塾に行かしたり、だからダメになっちゃうんですよ。で、そうじゃなしにね、人間、進歩という言葉が今の教育にないじゃないですか。ないんですよね。なんか今はもうみんなで一緒にゴールとかね、並列やないといかんというね。変な時代になっちゃってるんですよね。競争心を持って、誰かが勝つのはダメだと。なんかおかしいですよね。それはもう冗談じゃない。だから、並列の社会ではね、進歩はないんですよ。上下関係、差があるから進歩があるんですわ。そいつをしっかりね、子供に植え付けて、あれをしないと。進歩の能力を3歳ぐらいでもうつけさせちまい、そうすると3歳から進歩し始めるでしょ。得じゃないですか。そうやね。で、それがいかんという連中はなぜいかんのかということは全然分かってない。うん、結局ね、リベラルとか左翼でしょ、そういうことを言うのは。はい、そう、リベラルという人は上位ですね。うん、自分たちが一番だと思ってますからね。ね、でリベラルっていうのは悪なんですよ。はい。だからそれが連中はさっぱり分からずに、大体リベラルとは何かも分かってないでしょ。はい。で、だから言うことが、例えば子供の権利を大事にしろっていう。うん。うん、分かって大事にするから。で、ところで権利って何やねん。そりゃお前権利じゃないか言った意味が分かんないですね、うん、そんなことも分からんのかよ。俺は分かっとる、正しくね。あんたは分からんやろ。では権利とは何か分からずに子どもの権利を大事にしろと言われたら、我々のような現場どうしとらええんや。だから権利とは何かはっきり言えよ言ったら。もっといかんのはね、善悪の定義ができてないんですよ。うん、と言いますと、善悪とは何か、はい、で彼らは例えば体罰は悪っていうでしょ、はい、だけど善悪の定義ができてないやつが体罰は悪と言ったってこれは一体何を言っとんだということになるよね。体罰は善かもしれんでしょ、善悪は分からんのだから。でおまけに体罰とは何かも知らんわけですよ。で、そういう連中がね、教育を握っちまったんですわ。うん、で、どうしてかというとね、マスコミがリベラルだからいかんのですよ。うん、で、マスコミというのは、いわゆるリベラルの応援ばっかりする。リベラルの言うことが正しいとして、リベラルを応援するでしょ。で、リベラルに反対するやつ、我々みたいな、そいつを攻撃する。攻撃するの大好きですよね。攻撃しかできない。そう。自分ではできないからね。攻撃は大好きですけど、自分たちが攻撃されたらすごい慌てますよね。弱い弱い。弱い、本当に打たれ弱い。なんで今、ほらね、彼らがずるいのは、例えば今、マスコミ地上波やね。はい。あれで、私は地上波に生で出てはいけない。そういう、戸塚先生ですか、うん、そういう契約を奴らが勝手にやっとるんですよ。あ、沖縄のメディアが自衛隊に対して好意的な報道しちゃいけないって言ってるのと一緒ですね。私全然関係なく喋ってますけどね、うん。どっかの国でそういうことをやるでしょ。日本の味方してはいかんというような国がある。はいはい、そっくりですわ。いや、日本っていう国はそこまでやっぱり侵食されてるんですね。あれはね、学者とかいわゆる文化系の責任です。うん、今国の状況、社会状況、国情なんていうのはその国が採用している精神論で決まるでしょ。はい、と、はい、今我々が使っている精神論というのはラショナリズム、欧米の精神論なんですよ。でラショナリズムがね、あんなものどこが正しいんだ。見たらすぐ分かる科学じゃないでしょ。あれは哲学と宗教の入り混じったもんや、キリスト教やね。だから見たらすぐ分かる、あれは創造論だ。神が人間を作ったというとこから始まるから。むちゃくちゃなんですよ。ですから例えばね、日本大和魂だったでしょ。それでは理性は作るもんなんですよ。だから人間が作るもんだから間違える、理性というのは。だから理性は信用するなというのが例えば般若心経にそう書いてある。うん、ところがね、ヨーロッパの欧米の精神論は理性が正しいって言い出すんや。だからおかしなことになっちまう。で、そういう精神論を使って彼らがやったのは世界制覇でしょ。後進国へ攻めていって植民地にして富を収奪するということばっかりやってきて、ね、まあ、大東亜戦争以前のちょうど、東アジアがそうでしたから ね、はい、完全にそうでしょ、はい、そんな精神論が正しいわけないじゃない、うん、間違いだということを自分たちで示したんだから。ところがそれを信用するにはね、今の日本官僚も学者も戦争で負けた後にいわゆる、GHQ、はい、に押し付けられた。そうですよね。だけど GHQ の、まあ、一つの差し金というか日本弱体化計画の一つだったんじゃないかと。それが一番大事なことやったんですよ。はい、だからもしまあ大和魂を使うと、大和魂っていうのはね、世界最高の理性論なんですよ。科学なんですよ。で、そんなものを使うとまたアメリカに攻めてくるでしょ。ということはやっぱり連合国は日本がここまでやっぱ歯向かうと思わなかったから、精神的にも徹底的にやっぱり潰しとかないかっていうことで、怖いんですよね。いわゆる王家論、はい、で王家論というのは最初は中国人がやばいというふうになっとったんだけど、日露戦争以降日本人がやばいになったね。日本人がやばいってなっちゃって、ね、まあ確かにやばいのいますけどね。目の前にも。ね、まあやつらにとって脅威だということやね、はい、でそれの延長上として、じゃあその精神論を変えさせれば、うん、なぜ日本があんなに伸びるか、大きい国になるのか、これは精神論が正しいからなんですわ。やっぱりこの欧米諸国からすると、あんなちっこい島国の日本がそこまで戦うなんて思っていなかったはずですからね。思っていないですよ。はい、これはね、ものすごい後進国だと思ってるから。ところが、その自前、飛行機も船も自前のやつで戦ってくるでしょ。そうですよね。信じられんわね。飛行機なんか最初はもう輸入品使ってるんだろうと思ってたら、自前のだったんでびっくりしたっていうことですからね。ね、だからあの時に真珠湾のすぐ後でイギリスの、東洋艦隊がね、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスが沈められちまったんですが、はい、石切港とね、17艦公園、もう一丁のなんというかな、はい、総発の雷撃で。はい、でその時にイギリスは日本に、そのイギリスの雷撃というのはソードフィッシュという服用機ですよね。服用機で、しかもハフバリやね。そうです、はい、で非常に鈍速で小さな飛行機、それよりマシな飛行機があるはずがないっていうのが、ところが飛んできたやつは総発でもとんでもない高速で、ね、全金属製のであっという間にやられてしまったんですよ。だからそれが向こうの連中の考え方やったよね。バカにしとった。そういったところからこの日本に対する恐怖っていうのがやっぱりそれはある深層心理に刻みつけられたんですよね。ね、ですからあれの時に幕末にペリーが来てあれを不平等条約を結んで、でその後ほらハリスがやってきたでしょ。はい、でハリスは軍人やからね、ペリーは軍人だから、ただがさつなだけよ。で、力ずくでやるんやけど、ハリスはね、軍人だから、日本の状態を見て、これほどの国があるとは思わんやったというのが、彼の感想やね。うん、で、これほどの国が出来上がったのは、世界一の国であるって言ったんですよ。で、それが出来上がったのは、鎖国しとったからなんだから。その鎖国をアメリカが無理やりに溶かして、で、世界に開かせる。こんなことしてええんだろうかと日記に書いてあるわ。あるいはね、あれが、トロイの遺跡を発掘したシュリーマン。彼が幕末にやはり日本に来てるんですよ。うん、で、言ってるのはね、これほどの国は世界中にないと。で、ここにいわゆるエルドラドがあるんや。で、なぜかというと、国民が世界一幸福な顔をしとる。ということを言っとるんですよ。だから幸福な顔をすると、これはね、政治の目的でしょ。国民を幸福にするのが、そうですよね。だから政治がちゃんと行われた、正しく。で、どうして政治が正しく行われたかというと、大和魂が科学だったから、ね、科学というのは再現性でしょ。その法則に従うと必ず初期の成果を上げる。だから教育そのものを科学で得りゃええんだ。何でも難しいことない。だからまあ今教職員が教育改革にすごいやはり抵抗している部分はそういったところがあるんですよね。今やつらはね、あれ悪魔でしょ。あれズバってきましたね。見たらわかる。左翼もリベラル、あれ悪魔ですよ。悪魔ですね。子供に口を吸って勢力を伸ばしてるんですよ。だって戸塚先生、彼らですよ。反基地運動のデモの先頭に子どもたち立ててたりしますからね。これって子どもの教育にどのように影響するんですかね。あれはね、どんな国でも最初に入った知識が正しいものとして受け入れちまった、子どもたちは。となるとこの基地の前でアメリカは出ていけってやってるのをそのまま刷り込まれちゃう。そうでしょうね。だから我々の時にバカマスコミどもね、あれがよう言っとったのが政治家は悪だという言い方しとったでしょ。そうですよね。で我々は信じとったもん、そいつを。子供の頃ね。まあ今沖縄ではメディアそのものがデーモンだったりしますからね。それに対して我々は反発しないじゃないですか、はい、日本の男は。そうするとね、教育というのはね、男の仕事ですよ。うん、男がやらんといかんのよ。で教育がこんなふうにダメになったのは男が逃げたから。男が逃げたから女が教育のイニシアチブを取っちゃったんですよ。と女はね、戦術的に考えますよ、子供の。今ちゃんとしてやろう、今楽しければいい、今ばっかりなんですよ。うん、男は将来考えるでしょ、うん、戦略的に。こんな風では将来いかんというふうに考えるんですよ。うん、だからそこをちゃんと直してやろうとする。はい、で、男がやれば教育はちゃんとなるんですよ。まあ今の、まあ、確かに私13年PTA やってきて感じたのは、子どもたちの教育にお父さんがあまり関わってない。お父さん逃げた。逃げてる。仕事が忙しい、付き合いが忙しい、うん、趣味が忙しいで、ほとんど PTA っていうのはお母さん、子どもの教育に関わるお母さんなんですよね。はい、ですから逆に男の人少ないから。女はね、騙しやすいでしょ。そうなんですね。だから左翼やリベラルにとっては女なんてカモなんですよね。ちょっときれい事言ってればすぐなびいてくる。そういえばどっかのタレントがね、辺野古埋め立て中止の、署名しましょうって呼びかけてましたよね。誰と言わないんですけど、小屋さんだったかな。まあ、ああいう感じになっちゃうんですよね。私もこの前久しぶりにテレビ出て。で言ったんやけど、タレントはものを言うな。うん、私もそう思います。だからね、タレントが意見を持っとるはずがないの。あれは台本読んとるだけなんですよ。だからお前の意見じゃないから偉そうに言うんじゃない。しかもね、タレントって影響力あるのね。ありますよ。びっくりするほどあるの。こんなにね、今回の辺野古の埋め立て中止のね、アメリカへの署名運動でも、タレントが出てきた途端、ぐーんと伸びたって言いますからね。はい。じゃあ、このタレントの人たちが、沖縄の基地問題をきちんと知ってるかって言ったら、そういったことはないと。全然知らない。多分知らないと思うんですよね。タレントはみんなに受けないといけないんやから。うん、だから、いいと言われとる方にばっかりつくんや。あと、沖縄ではですね、戸塚先生、タレントにしろ、お笑い芸人にしろ、いわゆる基地反対派に寄り添ってないと仕事干されちゃうんですよ。怖いですよ。うちの玄ちゃんなんか、基地のフェンスの掃除しただけで仕事全部切られちゃいますからね。恐ろしいところですよ、ここ。はい、今うちなんかそれでものすごい困ってるんです。はい、うちの応援したり味方したりすると社会的に抹殺されちゃうんですよね。いやひどいですね。これがねバカマスコミのやることなんですよ。うちの番組も危ないんですかね、もしかして。なんか以前にこの番組にファンだっていつなんか装ってこの番組のスポンサーどこですかって聞きに来た人いましたけどね。そうですね。うんいやスポンサーなんてないよって言ったら、こんな番組誰が聞くかって切りましたけど、ね、聞いとったやろ、聞いとったんですよ。悔しいんです。あしらわれてね。だから、彼らはね、喋っとるとすぐ分かるでしょ。全く自信がないわ。うん。だから意見を言ったって、それはね、自分で作った意見じゃないんだよ。そうですよね。うん、だからね、反撃されると、へなっとなっちまうし。だって、どっかの県知事も県議会での答弁で全く本人が答弁に立たないですからね。ですね。あと、でも、戸塚先生、本当にこれ日本の悪いとこだと思うんですけど、そういった空っぽの、例えばタレントとかが、いわゆる知名度だけで国会議員とかになったりしますよね。そうね。あれは人気投票であってね。はい。本当の投票じゃないよね。選挙じゃない。我々の見る目が、我々の要求がね、程度が低すぎるんですわ。で、任しときゃちゃんとやってくれるという、そういう期待をね、過剰に持っとるわさ。はい、だから、ああいう当選した人が、リベラル的な連中、あるいはタレント的な連中が、後でもう必ず潰れるじゃないですか。沖縄の知事もいつまで持つかとちょっと心配してるんですけど、ここでちょっと一曲いった後にまた話を深めていきたいと思います。今夜は山下達郎さんのナンバーからお送りします。ブルークリスマス。いやー、しかし、戸塚先生の話、面白いな、今日も。リベラルは悪だね、押しとしたらいいんですよ。だから、潰されるの弱いですよね。全然ダメだよ。攻撃するのはすごい強くてくるけど、逆襲されたら逃げますよね、みんな。もうみんなで、人の後ろに隠れる。そうそう、隠れるんですよ。で、あと、奴ら僕ら攻撃するときに、こっちの名前を散々に出して、誹謗中傷するけど、自分たちの名前知られるのすごい嫌がるんです。本当に下劣というか。下劣。下劣。ありますよね。ものすごい人間性が低いんですよ。低い。だから、子供の時代の、トレーニングができてないです。そうですよね。頭だけ良くて、人間性とかなってるのが多いんじゃないですか。そういったのが、ね、確かに知識はあっても人間性がやっぱりアウトだから。使えない。そう。で、自分たちは偉いんだっていう先民そう思ってるんですよ。そうですね。そういったところから人を受け出したりね。知識じゃないんですよ。うん、知識の識というのはね、ソフトという意味で。はい。だから、いわゆる知識なるものを何べんも行動に移して、うん、それから身についたのが知識。ところが奴らは本で読んだだけで覚えとるだけなんですよ。そういうことはね、決して知識と言ってはいかんの。だから、大和魂がええんですよ。大和魂はね、行動しないといかんのよ。で、いかに正しい行動をするかというのが、大和魂を作る方法なんですよ。だからね、裏付けがあって、そうできてる。さあ、メールもたくさん来てるぞ、結構、いい曲だろう？ですね。こういうの聴いて、再生の不満ってないの？君と一生この曲を聴いていたいとかさ、昨日聴いたセリフ言わねえ、君。俺と一緒に、辺野古のバーナー流しに行こうぜとかよ。そんなこと言っちゃダメよ。いや、それはないです。まあでもはい、ではここでメールがたくさん届いてますので、ちょっとお読みしたいと思います。ラジオネーム、ポロンさん、こんばんは。はい、ボルギーさん、スタッフの皆様、こんばんは。玉城デニー知事は工事の中止の訴えを高裁で棄却されたのに、またまた税金を使って最高裁へ上告したそうですね。同じく、某山城博司氏も、刑事訴訟で高裁に控訴を棄却されたのに、またこれも最高裁に上告をしたそうです。まあ、お二人に勝ち目はないと思いますが、せめてもの慰めに一曲プレゼントしますということでございまして、いやちょっとこの CD が今日ないんですね、五郎さん。どうもすいません。はい、それと、ぴょんたさんからも、皆様こんばんは。今晩も楽しみに聞いておりますけど、まあ、現地の皆さんにとっては怖い事件が発生してますねと、沖縄の本音も聞かせてください。それと、チャンネル桜のキャスターにセクハラしたのってマスカ HK さんですか？そうなんですか？それはないです。見つめただけだよね。ないですよ。熱い人に見つめただけなんですけど。いや、本当に困ったもんでございますね。はい、それと、これは、後でこれ、タカさんにまた読んでもらいましょうね。はい。いやーでも本当に今日も深い話バンバンやっているんですけど、戸塚先生、今目の前にいるHK 仮面さん、先日男37歳になったんですけど男らしく生きるためにこの年からでもちょっと修正は効くんでしょうかね。そうですね、まあね、ハードはもうダメなんですよ。ハードというのは本能という意味ね。はい、だからソフト、これは理性ということ。それで補うより手がないんですよ。だから、男とは何か、ね、男とはどういうことを備えんといかんのかということをよく分かって、それを身につけるんですよ。もう、ハードが弱いとね、ソフトもどうしても弱いんですけどね、でも、やらんよりええから。で、男がやるべきことというのは、まずね、子供を作らんといかんね。男がやるべきことですね。セックスもね。それからね、出来上がった女子供、家族やね、これを守らんといかんね。飯も食わせんといかん、洋服も着せないかん、家にも住まわせないかん、それから外から敵が攻めてきたら撃退せないかん。はい。ね、だから金、力です。ですから、金、力、セックス、この3つを完璧にできるようになった。素晴らしい、これ、アドバイスじゃないですか。これが男なんです。これ男。はい、聞いてる？君、戸塚先生から男の生き様を教えてもらうなんてなかなかないよね。はい。はい。真摯に受け止めないと。それと、君になんか誕生日のプレゼントが届いてるっていうことなら、ちょっと開けてもらえますかね。はい、せっかくですから。なんかメッセージも来てます。はい。あ、中佐からですね。メッセージ読んでも大丈夫です。読んでよろしいですか？いいですよ。あんまり長いと切りますよ。ボギー中佐です。先週の写真入りのケーキは、ご家族で試食されたのでしょうか。ご家族からの感想がありましたらよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、開けてもらえますかね。はい、せっかくですから。はい。何が入ってるんでしょうかね。こっちか。喋りながら開けて、ね。何が。ちょっとね。なんだ。何がん？なんだこの銀色の。銀色の何が入ってるんですか？風船ですか？手袋？洋服？洋服。あ、いいじゃないですか、洋服なんて。XXL。XXL の何です？銀色の。広げてみたらいいじゃないですか、せっかくですから。いや。何お前、高そうなってるの？なんだろう。広げてみたら、せっかく。ダメだから。金色の線、何の句だろう。うわり。銀色のレオタードもしかして。いやいや、レオタードではないと思うんですけど。タイツタイツでも、お、なんかいい感じですね。まあ、結構防寒性ありそうな。いや、これ君にこれつけて、かぶり物して、ぜひグラスと一緒の前に立ってみたらいいですよ。はい。いやいや、そんなことはちょっと難しいです。いや、期待してますよ。はい。ゆきいちさん、全身銀色のタイツですね。はい。簡単に言えば素晴らしいですね。まあ、戸塚先生、こういうのつけたらやっぱ女の子モテますかね。どうですか。外見じゃなくて、やっぱり中身で。今ほら、女の子が外見で勝負するもんで、男が。それを選んだ女の子が失敗でしょ。あとでもう別れるといけないようになってくる。だから、あくまでもね、我々はね、中身で勝負せね。わかりました。うん。君、内面磨かないとダメよ。ね。わかった。こういうこと言うんですわ。男になるためには、いろんな不快感を獲得せんといかん。で、その不快感を乗り越えていくんですわ。だからね、明日も知れない貧乏。うん。これで金を儲けようと思うわけで、金の問題です。からね、命をかけて惚れた女に裏切られること。そういう経験がないと、本当に女を見る目が育たんということやね。だからもう選ぶのは向こうだけじゃないでしょ。やっぱりこっちも選ばっていかんからね。最後の決定は女の方がするんだけど。だけど男もそういう変な女に寄っていかんようにせんといかんよね。視聴者の、ホルスタインさんから、戸塚先生、中身とは心のことですかと言ってますけど。はい。で、それが強さなんですよね。男の強さ。はい。だから、強いというのはね、間違ったことに強いというのはないんですわ。必ず正しいことにしか強いということはないんです。だから、リベラル弱いでしょ。そうですよね。口先だけのも多いですしね。出てこいったら出てこないしね。名前出せったら絶対出さないしね。ですね。はい、ネットでもなんか、名乗らないで、叩く相手の名前ばっかり出しているのが多いですからね。はい。ゆきいちさんから、HK 仮面さんに。変な女には気をつけて。やっぱり、インターネットの二次元の平面的な彼女はやっぱりダメで。いや、それはないです。ね。それはないです。戸塚先生にいい話、深い話でしたね、今日も。でも、戸塚先生をお招きすると全然50分で時間が足りないみたいな。今日はでも本当に、日本の教育、はい。ぜひね、教育についてもっとちゃんと討論してください。はい、もうリベラルに任せてたら日本は潰れる。教育ができないからね。これね、また視聴者の皆さん、近いうち戸塚先生の、キャストのアカウントを作ってですね、週に1回ぐらいちょっと戸塚先生の、お話を聞く機会を今後ね、また持っていこうかななんて思ってますんで、メディアが絶対に生放送で出さない戸塚先生の生のお話をね、聞けるような機会をどんどんこれから作っていきたいと思いますんで、HK さんもタカさんもご協力よろしくお願いします。はい、でも、HK さん今、戸塚先生が言ったように、どんなことでも乗り越える、ね、ひどい目にあっても乗り越えるということだから、この、ね、銀色のレオタードをつけて、ぜひ、浦添警察の前に。それとこれとはちょっと話別じゃないかな。国立不動で立ってるっていうのも、いやいやいや、いい経験になると私は思いますよ。はい、いやいやいや。いやしかし戸塚先生、今日も本当にありがとうございます。さっきちょっとしか時間ないんですが、はい、まあこの沖縄っていうのはやっぱり教育がね、まあ、学力も全国で本当に低い方ですし、学校の先生たちは基地の前でね、教職員組合の旗揚げて反基地運動をしてますし、まあ、そういった中で、親として何をやるべきかというのをちょっと短く教えていただけますかね。最初に言ったように、幼児教育で全てが決まる。幼児教育、はい、一生が決まっちゃうから、はい、で幼児教育の時に甘やかしたらおしまいです。はい、でお母さん、女にやらしとくと必ず甘やかす方に行くでしょ。だからそこは父親が出ていかないと。父親ですね。はい、で、そういうまあ今嫌われるタイプの父親やね。それがちゃんと子供の面倒を見てやらないと、はい、その子供の一生がダメになっちゃう。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日ね、いろいろ教育のお悩みの方々、まずはお父さんがやっぱりそういった教育にもっともっとやっぱり関心を持つっていうことが大事だということです。私もPTA のね、端くれとして言わせていただきますけど、子供たち、その学校教育への無関心が、子どもたちがやっぱり変な方向に走らす、加えて先生方がね、変な方向に走ってるのを見逃すっていうことになっちゃいますので、まずはもう自分の子どもは自分が教育するという、そういった基本を忘れずに、まあ、母親だけではなく、ぜひお父さんもそういった教育にどんどん関わっていくこと、そして学校教育にももっと関心を持って足を運ぶこと、そしておかしいことにはおかしいということをね、やっぱりきちんと今後もやっていただきたいなと思っております。いやしかし、戸塚先生、今日も本当に深い話ありがとうございます。はい、この合宿はいつまでなんですか？私は30日でもう帰ろうと思ってます。30日、ちょうど沖縄、これから28度ぐらいまで上がるらしいですね。はい、すごいいい合宿になると思います。ちょっとまずいですね。はい、ぜひまた子どもたちもガンガン鍛えてですね、将来の日本の人材として育んでいっていただきたいと思っております。はい、ということで今日は、はい、もうあっという間に時間来ちゃいましたね。モルゲス力を。また読みながら、まあ、あっという間っていうか、もうちょっと時間が足りないというか、はい、フォローさんのメッセージを読めずじまいになっちゃいましたけど、本当に申し訳ございません。来週またファンキーなメッセージ期待してますんで、来週こそは必ずお読みしたいと思っております。ということでね、今日はもうこれにて放送終わっちゃいますけど、締めはじゃあタカさんにお願いしたいと思います。はい、あと今年も残りわずかとなりました。まあ、私の周りを見ていると結構風邪をひいている方が多いです。まあ、沖縄はあったかいという話が出ましたけども、まあ、昼間と朝晩の気温差がかなり激しいので、まあ、体調管理には注意して、まあ、良い年越しをお迎えください。それから今このラジオを聴いているお父様方々、もっと子どもの教育に関心を持ちましょう。以上です。はい、ということで今夜は戸塚ヨットスクールの戸塚先生をお招きしての番組となりました。ちょっといつもの、ね、おちゃらけた雰囲気とは違った真面目なお話になりましたが、戸塚先生、本当にありがとうございます。また次回見られる時も、ぜひラジオ局の方に遊びに来てください。はい、夏に参ります。はい、うちの番組は堂々と生放送で出演させてと思っておりますんでね、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今夜の番組、これにて終了させていただきます。皆様最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、戸塚先生、ありがとうございました。戸塚先生のチャンネルを私の方で作っときましょうね。はい、お願いします。簡単にできるようにしときますんで。よろしくお願いします。はい。さあ、あとは君が喋っていいよ。もう喋って、あ、せっかくですから、ここで奥さんの、はい、そうそう、奥さんのちょっとこれ読んでみましょう。全部、あ、今自分の手元にあと中佐のメッセージもあるんで、はい、カメラタカさんに向けて、ここ30秒で切るね。そうですね、お願いします。ボギーさん、お笑い鉄火丼のタカさん、そして HK 人民仮面のモルゲソヨウォーズ研究所長、キム・キャッカさん、こんばんは。関東のオフィスです。関東も寒くなりました。さて、県民投票に不参加を表明した宮古島市。県民投票執行予算が削減され、修正された予算案が可決されました。歳議を付しても修正された予算案が可決された以上、宮古島市長も市議会を尊重して不参加を表明されました。しかし、本日副知事が宮古島市議会の民意を無視した形で、県民投票の要請という事実上の圧力、昨日の RBC でも市長の専決処分で県民投票は執行できると報道していました。専決処分、本来これは市議会を開く時間がないなど、緊急を要するときに市町村長が住民生活に支障が出ないように適用されるもので、後日議会の同意が必要です。市長が万が一にも専決処分で県民投票を行い、市議会で不同意だった場合、住民監査請求で市長が指揮弁済させられる可能性もあります。それを県の立場で、それでもお前がやれと要請する玉城知事。そんなに宮古島市で県民投票を執行したいのであれば、県の予算で県民投票を執行し、県職員自らが投票所を確保して、玉城知事ら自ら投開票まで責任を持って行えばよいのではないですか。市議会を無視し、金を出さぬが県民投票をやれ。玉城知事は人民県政の所長ですね。皆さん、県の宮古島市に対する県民投票の対応、どう思われますか？さあ、今日もリクエスト来てます。リクエストは、HK 人民仮面のモルゲスヨウォーズ研究所と、キム・キャッカさんの決め台詞。クリスマス、男はコートの襟を立ててキャッカだって、孤独に苦しみますを過ごす嫉妬心を電波に乗せて発揮をしてください。キャッカはキャッカです。またキャッカかよ、君。しかもさ、君、もう、地上波を終えてるのに、なんで地上波のマイクに向かってしゃべるの？あ、まあ、マイクがあるとついつい、はい、しゃべっちゃいます。じゃあ、中佐のメッセージ。ちょっと待ってください。まあ、読みましょうね。ちょっと待ってます。比嘉耕作さんへ、先週の写真入りケーキはご家族で試食されたのでしょうか。まあ、ちょっと来る、いただくタイミングとちょっと前後して、その、ちょっと別のケーキを使ったパーティーになったんですけれども、家族でいただいております。ありがとうございます。話の流れがよくわかんないな。その、中佐からもらったケーキは家族の方が食べたの？食べてます。なんか入れ替えがどうしちゃうこうちゃって。本当は先週渡したかったのですが、注文先からの輸送が間に合わず、本日にずれ込みますことをお詫びいたします。いやいやいや、本当にありがとうございます。お誕生日プレゼントは、モルゲスヨウ保管計画の一環といたしまして、銀色のシャツと銀色の手袋でございます。ありがとうございます。これでしたらキャス移りも良くなると思いますので、次週、年末、年忘れ、ワンムーン特大号ではご着用をお願いいたします。年末の特大号って、なんか予定あるんですかね。特大号っていうあれじゃないんですけども、来週、今年最後の放送だから、なるほど、まあ、今年を締める意味でっていう。また、なかなかパーフェクトモルゲスヨウに変身していただけない理由を比嘉耕作さんからお伺いしましたところ、以前私、銀色のタイツをご自宅で試しに試着してみたところ、サイズ的に小さいとお叱りを受けましたので、これまた比嘉耕作さんからもっと大きいサイズでのタイツを探してこいというご指令と受け取りました。いや、この指令はちょっとしてないですが、てか高橋さん、ちょっと部屋の外に行っちゃったんで、ちょっと中断します。終わった？いや、途中です。君、自分の喋らないと。はい、ここからはHK さんが皆さん。中華、指令はした覚えないですよ、中さん。はい、もうすらすら喋りなさい。はい、ご安心ください。来年にはもっとご用意できるよう、私、ボディ中佐が頑張ります。ゆえ、よろしくお願いします。また、皆さんにお知らせがございます。お、なんでしょう。明日12月21日は、漬山社長のお誕生日でございます。漬ちゃんおめでとうございます。最近、漬山社長、多忙にて、出演は本日叶いませんでしたが、お誕生日祝いのケーキをお送りしておりますので、皆さんでお祝いください。ああ、そのケーキ、実はさっき HK さんが全部食べちゃいました。それはない、それはない、それはない。それではよろしくお願いいたします。また、沖縄の視聴者の皆様にお伝えしたいことといたしまして、最近は、辺野古の埋め立て工事車両に対する破壊工作が行われているようです。私としましては、沖縄で反対活動をされていることは分かっていると思いますので、沖縄で反対活動をされている沖縄県民の人たちは、さすがにここまでのことはしないでしょうと、これでは平和活動を逸脱しているということは分かっていると思います。おそらく、県民の反対運動にかこつけた一部の過激な人たちによる破壊活動だと思っております。県民の皆さん、反対活動は思想信条の自由ですが、破壊工作にまで及ぶと平和とはかけ離れたテロ行為です。全くです。反社会的活動にはノーを突きつけましょう。お願いいたします。それでは皆様、沖縄でお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。以上、中佐のメッセージです。嬉しいですね。感想は？いやもう感想2分以内でした、ね。感想ね。はい、まあ最近ちょっと漬山社長いらしてないんで、うん、また来てから一緒に楽しく盛り上がれたらいいなと思いますんで。はい、漬山社長、ゆっくりでいいんで、またゆっくり焦らなくてよろしいので。なんか、人のケーキ全部食べちゃったのに。いや、ケーキです。これ、嘘つかない、嘘つかない。いやでも、漬ちゃん、早くね、また復活してから楽しくやりましょうね。はい、それと沖縄来たら、皆さんネットアシスタントじゃなくて、リアルアシスタントでどんどん出ちゃって構わないので。どんどん、ね、出ちゃってください。はい、それと、これからちょっと漬ちゃんのところのお届け申しに私行きたいと思いますんでね。いや、でも HK さん37歳と何日？37歳、6日ですね。皆さん37歳と6日、あっぱれでございます。この間、男一匹を貫き通す HK 仮面ことモルゲッソを、日和工作君にね、ぜひこれから皆さん生温かい支援の手をですね、お送りしていただきたいと思います。特にフォロンさんの毎週来るシュールなニックネーム、本当に楽しみにしてますんでね。来週オフィスさんで。オフィスさん、はい、オフィスさんですね。はい。モルゲスよ。だってフォロンさん、モルゲスよ37だった。もう今週は、HK 人民仮面のモルゲッソイウォーズ研究所長、キム・キャッカさんって。なんでキャッカはわかるんですけど。はい、ということで、今日はすっぴんなもんで、HK さん、ちょっと映れないんですけど、いつか堂々と映れるようになったらいいね。じゃあもう、これで終了したいと思いますんで、はい、皆さん最後までありがとうございました。終わってから、10秒ぐらい経ってから切って、はい、タイムラグがあるんで。はい、じゃあ皆さんまた来週お会いしたいと思います。お付き合いありがとうございました。